現代におけるノーザンイングランド北部の従林は1069年から1070年の間の冬にイングランド王ウィリアム一世が行ったノーザンイングランド遠征。ウェセックスや最後の王位請求者、エドガー・アシリングを支援するデーン人がヨークに上陸したため、ウィリアム一世はこれと戦い撃退した。しかし残存する。 アングロサクソン人の反乱諸行が降伏しなかったので、ウィリアム一世はこの地域を徹底的に破壊した上で、ノルマン人による封建体制を確立しようとした。同時代の数々の年代期が野蛮で大規模な破壊と略奪、虐殺、それに伴う広範な基金を記録している。現代にはこれをジェノサイドと認定している学者もいる。一方で、 当時のウィリアム一世に伝えられるほどの一大作戦を遂行できるほどの軍事力はなかったとして年代記の記述を誇張、または誤解に基づくものだと考えている者も,もいる。伝道ノルマンコンクエストの時代、現代のヨークシャー、ダラム、ノーサンバーランド、ランカシャー、カンバーランド南部、ウエストモーランドにあたる地域をまとめてノースと呼んでいた。ノースの住民は、 ノース人とアングロサクソン人が混合した文化を有しており、現代では彼らを指してアングロスカンディナビア人という語が用いられることもある。古英語を話す彼らは南イングランドの人々と意思疎通ができず、また貴族階層は伝老時代からの伝人ンンにルーツを持つ者が主であった。さらにイングランドの南北では地形や交通網の未発達から、 人々の交流自体が少なかった。ヨークと南部の間の交通には、もっぱら船が用いられた。962年、イングランド王エドガーは、デーンローの白に対し、忠誠を誓うことを条件に、高度な自治を認めた。これ以降、イングランド王の権力は、ハンバーイ北では極めて弱いものとなった。こうして力を得た、ノーサンブリア白は、 ティーズ側からツイード側まで勢力を広げた。ウィリアム一世1066年、ヘースティングズの戦いで、ハロルド二世が敗死し、王国がノルマン人の手に渡った後、これを認めないウェセックス家の支持者たちは、エドワードザンゲオの王位で、エドマンド二世の孫にあたるエドガー・アシリングを抵抗運動の中心に据えた。エドマンド二世は、エドワードザンゲオの兄であった。 イングランド王国として、ノルマン人への敗北を認めたのは、ヘースティングズの戦いより2ヶ月後の1066年12月に、エドガー・アシリングらがバーカムステッドで、ウィリアム一世に屈服した時である。とはいえ、エドガー・アシリングと共に、ノルマン人に服したのは、ヨーク大司教、エールドレッドくらいで、その後、ウィリアム一世は、ドーバー、エクセター、ヘレフォード、ノッティンガム、ダラム、ヨーク、 ピーターバラなど各地で数々の反乱や国境紛争に直面することになった。エドガー・アシリング・ヨークのモット・アンド・ベイリーの移行後の頃、ノーサンブリアで力を持っていたのはコープスイという貴族だった。バーシニア王家の子孫である彼はかつてハロルド2世の弟であるトスティ・ゴドウィンソンを支持して1066年のスタンフォード・ブリッジの戦いに参加し、 ハロルド2世に囚われていたのだが、直後のヘイスティングズの戦いで、ハロルド2世が死んだため逃げをせていた。彼は1067年にバーキングで、ウィリアム1世に忠誠を誓い、ノーサンブリア博に任じられていた。そのわずか5週後、コープスイは、バーシニア博エードルフ3世の息子、オスルフに捕殺された。オスルフも同年の秋に暗殺され、重邸のゴスパトリックが後を継いだ。 彼の知性も、1068年に、彼がエドガー・アシリングの反乱に加担したことで短期間に終わる運命にあった。二人の白が立て続けに死され、後を継いだ白が寝返ったのを見て、ウィリアム一世はノーサンブリアへの介入を決めた。彼は1068年夏に、ヨークに入った。反乱軍は蹴散らされ、エドガー・アシリングや、ゴスパトリックらは、スコットランドのマルカム三世の下に亡命した。 ノーサンブリアにおいてアングロサクソン人の領主を一掃したウィリアム一世はノルマン人のロベールとコミーヌをノーサンブリア博に任じた。ダラム主教エゼルインはロベールに反乱勢力の活動を警告したがロベールはこれを無視し1069年1月28日に数人の友と共にダラムに向かったところで反乱軍に包囲され虐殺された。その後反乱軍は ヨーク城を襲い、多数の衛兵やロベールの家臣を殺害した。ウィリアム一世は迅速かつ冷酷に対応した。彼は直ちにヨークへ引き返し、包囲軍を撃退して、多数を殺し、追いやった。この北部での反乱に乗じて、イングランド各地で同様の反乱が勃発した。ウィリアム一世は、ドーセット、シュルーズベリー、デボンに白を派遣して当たらせ、自らは、 ミッドランズやスタッフフォードの反乱に対処することにした。一方、エドガー・シリングは、クヌート大王の老いのデンマークをスベン2世を味方につけた。スベン2世は、国内の軍船をかき集め、自身の息子を司令官として、ブリテン島に差し向けた。イングランド東岸にたどり着いた彼らでエンジンは行く、先々で略奪を行い、反乱軍と合流して、ヨークを奪取した。 そして1069年の冬、ノッティンガムにいた、ウィリアム一世は、軍勢を率いて、ヨークに向け北上した。しかしヨークについてみると、判断軍はすでに試算しており、エドガー・アシリングもスコットランドに逃げ帰っていた。デエンジンも冬を越すための敵地が見当たらなかったため、ハンバー加工の船団のもとに引き返していた。彼らは、ウィリアム一世から退去金を受け取り、戦わずして、 デンマークに帰っていった。残された反乱勢力に王国軍と改戦を行う余裕はなく、ウィリアム一世は反乱軍の補給線を立つことで彼らを追い詰めていった。ウィリアム一世は1069年のクリスマスをヨークで迎えた。翌年にかけての冬における彼の戦略には、現代の歴史家の中には、ジェノサイドという評価を与えている者も,もいる。 同時代のイングランドの年代記者たちは、この北部の重林を、ウィリアム一世の最も冷酷な業績であり、彼の魂の汚点であると記述している。約50年後に、アングロノルマン人の年代記者オーデリック・ビタリスは、以下のように記録している。王は、彼の敵を追い詰めるためには手段を選ばなかった。彼は、数多くの人々を切り殺し、家々や土地を破壊した。よそでは、 彼はここまでの冷酷さを示すことはなかった。これは大きな転換点だった。はずべきことに、ウィリアムは自身の憤怒を抑えようともせず、無垢の人々を犯罪によって罰したのだ。彼は、穀物、家畜、農具、食料を焼き、廃とするよう命じた。10万人以上が飢え死にした。私はこの本の中でよく、ウィリアムを商用するが、 この凶悪な虐殺については何も良いことは言えない。神が彼を罰するだろう。ウィリアム一世は、エアガイ北の地域を破壊して回った。彼の軍は食料を焼いて、住民を殺し、反乱兵を追いやった。年明けからは、ウィリアム一世は軍勢を小分けにして各地へ送り、徹底的な放火、略奪、破壊作戦に移行した。ウスターのフローレンスによれば、ハンバーからティーズ側に至るまで、 すべての村が焼かれ、住民が殺害された。備蓄食料や家畜も徹底的に排除され、かろうじて虐殺を生き延びた者たちも真冬の飢餓に苦しむことになった。食人が横行したことで、生存者はさらに数を減らしていった。イブシャム修道院年代記によれば、遠くスターシャアにまで難民が流れ着いた。1086年になっても、 ヨークシャーやイングランド北部は荒廃したままだった。ドゥームズデーブックには、荒廃しているとか、無に返しているなどといった言葉が並んでいる。全体では、調査された土地の実に60%が荒れ地であり、また66%の村に荒れ地があることが記録されている。肥沃な地域でも、その価値が1066年と比べて60%下落していた。生存者は、 かつての人口のわずか25%にとどまり、実に8万頭の牛と15万人の人口が消えていた。また考古学の調査によっても、大規模な破壊や人口減少があったことが証明されている。考古学者、リチャード・アーネスト・ミューアによれば、1069年から1071年の間に、ヨークシャーの住民が効果を地下に埋めていることから、この時期に、 暴力的な社会崩壊が起こっていたことがわかるという。BK ロバーツは、著書、イングランドの村の起源において、ダラムとヨークシャーにおいて、数多くの村が類似した構造をとっているのは、ある一時期に人口自然増加に反する大規模な社会再編が起こったためだとした上で、そのような事件が平時に起こるとは考えがたく、北部の重林に関係しているに違いないと述べている。 実際に、ウィリアム一世と共に現れた、ノルマン人諸公は、征服地に似たり、よったりな植民地を築く傾向があったことが、知られている。しかし、こうしたすべての破壊を、ウィリアム一世に帰するのに疑問を呈している学者もいる。彼らは、当時のウィリアム一世はそれほどの大規模作戦を、遂行できるほどの規模の軍隊を持っていなかったとして、ドゥームズデイブックに記載されているような後輩は、 ンジン人やスコットランド人による部分もあると考えている。ダラムのシメオンは、マルカム三世一家のスコットランド人は、ノーサンブリアに深刻な被害をもたらし、そこから数多くの男女をスコットランドに連れ去ったと述べている。また、ウェイストという語の解釈についても、様々な議論が行われており、上述のような後輩自体が存在しなかったとする説もある。 例えば、荘園制度の再編に伴う免税措置の意味であるとか、単に、ドゥームズデイブックの編纂者が詳細な情報を得られなかった土地を存在に扱い、なおざりに記録しただけであるとする者も,もいる。ポール・ダルトンは、ウィリアム一世には北部を怪人に買い占めるだけの時間、人員、物資を費やす余裕も必要性もないという疑問を提している。また、 ウィリアム一世が虐殺を行ったこと自体は年代期からも明らかだがウィリアム一世の手勢のほとんどはイングランドやウェールズの城塞を守備するのに手一杯で軍勢が北部にいた3ヶ月の間に行えた虐殺の規模は限られるとダルトンは述べているマーク・ハガーはアングロサクソン年代期にある波外れて厳しいという言葉に着目して当時は これが大量虐殺とは捉えられておらず、これを現代の感覚からジェノサイドと呼ぶべきではないとしている。4世紀ローマ帝国の執筆家ウェゲティウスの書いた、軍事論の軍事思想が11世紀まで一般的に用いられていたとした上で、ハガーはウェゲティウス彼の戦争における要点にして主眼点は、自らの供給を充足させて保ち、敵を飢餓に陥れることで破ることであるという記述を、 引用して、ウィリアム一世の北部の従林は、軍事論に則っ,った作戦であり、当時の他の地域での戦争と大差ないと述べている。また虐殺を記録したオーデリック・ビタリスの教会史の記述についても、否定的な意見が出ている。ビタリスは1075年に生まれ、史実の事件の55年ほど後に記録を執筆したのだが、その中の10万人が死亡などといった記録は、 明らかな誇張であると言われている。1086年のドゥームズデイブックによればイングランドの人口は225万人で10万人が死んだとすれば南部と比べて過疎地である北部において全人口の最大4.5%が失われた計算になるためである。デイビッド・ホースプールはいわゆる北部の住林によって北、イングランドに数世紀に及ぶ影響が残ったと言っても 実際の犠牲者は、従来言われていたほどではなかったと結論付けている。12世紀に設立された首都会のファウンテンズ、修道院の遺跡アランルーフ8071年、ウィリアム一世は、ロタリンギア人、ウィリアムアルヒャーを新たなノーサンブリア博に任じた。彼は、ヒアングロサクソン人として、初めてのダラム主教となった。旧来の勢力を完全に駆逐したことで、 イングランド北部のアングロサクソン人の領主はすべてノルマン人に置き換えられた。こうしてノルマン人による新たな封建体制がイングランドに樹立されたが唯一ブルトン人領主のアラン・ルーファスだけは例外として生き残った。彼は1069年から1071年の間に北ヨークシャーに広大な荘園を与えられた。この地域はルームズデイブックに アラン・ハクの百の土地と記録され、後のリッチモンドシャーとなった。アラン・リューファスは、その領土の中で以前と変わらない統治を行った。ウィリアム一世の権力が及ぶのは、東端のエーンダービースティープルまでで、その他南部の一村を、ロバート・オブ・モルテンが統括したのを除けば、アランの領土は一切ノルマン人の支配を受けず、生き残ったアングロデーン人の領主がその地位を保つことができた。 またアランはヨークの復興に力を入れ、1088年に聖メアリー修道院を創建した。1086年までにアランはイングランドで最も豊かかつ強大な領主の一人となっていた。スコットランドでは1071年にマルカム三世がエドガー・アシリングの姉マーガレットと結婚した。エドガー・アシリングはマルカム三世の支援を受けて、 ウィリアム一世に対する闘争を続けた。マルカム三世とエドガー・アシリングの婚姻関係は、後のスコットランド・イングランド双方の歴史に大きな影響を及ぼすことになった。マーガレットや息子たちの影響により、ローランド地方にはサクソン人化の動きが起こり、また、イングランド王の決闘が加わったことで、スコットランド王家は義理の兄弟に対する報復というイングランド信仰の 公実を得ることになった。マルカム3世はイングランド南部を襲い多くのイングランド人を拉致した。ウィリアム1世にとってこうしたマルカム3世の活動やスコットランド王家とウェセックス家の婚姻関係は大きな脅威となった。1072年、彼はスコットランドに侵攻してマルカム3世を破りアバネシーの和訳を結んだ。アングロサクソン年代記によればこの条約で マルカム3世は、ウィリアム1世に侵入し、エドガー・アシリングがスコットランドから追放された。最終的に、エドガー・アシリングは1074年に、ウィリアム1世に降伏した。ここに、ウィリアム1世のイングランド王位は、形式上は、不動のものとなった。1080年、ダラム司教、ウィリアム・アルヒャーが、地元のノーサンブリア人に暗殺された。報復として、ウィリアム世は、 イフテオドを派遣した。オドーは、ティーズ川以北、ヨークからダラムまでの広範囲を破壊し、ダラム修道院を略奪した。多くのノーサンブリア貴族が亡命を強いられた。著しく人口が減少した土地を与えられた、ノルマン人領主たちは、明らかに不中でないとみなしたものなら誰にでも土地を与え、工作者の数を回復させようとした。彼らは、 数世紀前にこの地域を支配したバイキングとは異なり、卸売りのような商業活動には従事せず、ただ封建領主として、社会の上流階級を独占するのみだった。そのため、アングロサクソン文化は、ノルマン人の支配下でも生き延びることができ、様々な文化的慣修が残った。例えば、ノルマンコンクエスト以前の人名は11世紀から13世紀の、 大腸でも確認することができる。中世北部イングランドの伝統文学は根強く残り、方言からもアングロスカンディノビア人の残像が伺える。対して、ノルマン人に起源を持つ名前は極めて希少で、彼らが上層階級にとどまったことがわかる。ルームズデイブックからは、こうした階級別の変化を読み取ることができ、また例外的にヨークシャーでは、 ノルマン人による植民が成功したことも知ることができる北部の従林以前には北部の修道院はバートン・アッポントレントしかなかったが1070年以降ノルマン人が教会を植民の拠点としたことでいくつかの修道院が建設されたその中でも最大のものはファウンテンズ修道院であり非常に豊かな修道院の一つとなった修道院の増加を皮切りに ノルマン人は北部に次々と、モットベイリーを建てていった。ノルマン人側から見れば、北部の蹂躙は、チェシャー、シュロップシャー、ダービーシャー、スタッフォードシャーを含む広大な範囲をドゥームズで、ブックに影響するほどに荒廃させ、反抗を弱体化させたという点では成功であったが、ヨークシャー以外では反乱の根絶に至らなかった。またマーシアやノーサンブリアでは、 ウィリアム一世の支配が固まったとはいえ、イングランド各地での反乱は終わるところを知らなかった。ありがとうございます。